はい、どうも、翔平 TV です。本日はですね、久しぶりの先発を行いましたので、今回はやっていきたいと思います。肩の痛みが再発してから、1ヶ月か2ヶ月ぐらいは、投げずにやってきました。そして、まあ、内野からカーブの練習をしたりとか、いろいろ、まあ、ハイボルト療法っていう、肩の、まあ、ケアをしたりとか、いろいろやったんですけども、結果投げるようになりまして、まあ、その試合を、今回、見ていただきたいと思います。それでは、どうぞ。はい、本日は SK グリーターズさんとの試合をお送りいたします。そして本日は特別ゲスト掛布さんの解説も楽しみに。よろしくお願いします。肩の調子が良くなってだいぶ速い球が投げるようになりました。どうですか？いや、この日の翔平くんはですね、非常にですね、腕が振れてると思いますね。ありがとうございます。さあ、プレイボールとなります。まず第1球目です。はい、第1球目は高めに浮いてしまいました。どうですか？非常にですね、腕は振れているんですけれども、その分球が浮いてるかなっていう感じがしますね。はい、次はストレート、ストライク決まりました。そして、はい、こちらツーシームですね。バッター的にはまっすぐと思ってたような感じがしました。そして追い込んだところでスライダーでサードフライとなりました。相手チームはですね、この翔平くんのスライダーを見極めつつ攻略するのがポイントですね。はい、お次のバッターはスライダーでストライク。そして次のボール、はい、こちら浮いた高めのストレートとなりました。はい、こちらスライダーがファールとなりました。そしてこちらも高めのストレート、こちらもファールにされてしまいました。はい、こちらは高めに浮いたストレートをファーストフライとなりましてアウトと。そしてお次のバッター、またもや高めのストレートです。高めですけどね、このバッターからしたら結構伸びてるように見えるんじゃないですかね。はい、こちらスライダーですね。打者が手を出してしまいストライクとなりました。ストレートもスライダーもコースに決まってるので相手打線は苦しいんじゃないですかね。セカンドゴロとなりましてアウト、チェンジとなりました。はい、そして2回ですね。初球スライダーでストライク。こちらはストレートですね。いいコースに決まりました。はい、これ内野からカーブです。ちょっと失敗しちゃいましたけど無事打者を打ち取れました。これはバッターが先ほどのナイアガラカーブが頭にちょっとよぎって詰まったんじゃないですかね。はい、そして最後のバッターです。まず1球目はスライダーでストライク。そして2球目ですね、ストレートアウトコースにストライクと。そして追い込んでラストボール、ラストの球はもう翔平 TV といえばあれです。はい、こちら鬼スライダーで三振となりました。はい、どうでしょうか。結果無失点で終わりました。治療とかを続けていくうちに良くなってきて、今回このような、ピッチングになりました。結構強めに腕を振ったのもあって、まあ、引っかかり良かったかなっていう感じがしました。で、まっすぐに関しても、今回審判をしてくれた、方にもボールがうなってたというふうに言われまして、久しぶりに投げたにしてはいい球投げれたんじゃないかなと思います。はい、今後とも治療しつつ、まあ、どんどんベストに持っていけるように、やっていきたいと思います。はい、ちなみにね、まあ、今日日曜日なんですけど、木曜ぐらいから風邪ひきまして喉をちょっとやられてまして、ちょっと若干熱もあるんですけど、けどやっぱり、まあ、頑張ってる人がみんないるんで、それに負けないようにと、まあ、肩を壊してるから投げれない間お互い高め合っていく、まあ、そういう仲間もできたんで、そういう人にも負けないようにということで、ちょっと熱はありますけど今回は、投球しました。今後ともね、マックスで投げれるように、
治療をしてやっていきたいと思います。はい、というわけで本日の動画は以上になります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。女子プロ野球2019秋季リーグ全33試合関東で開催、日程はご覧の通りとなります。皆さんで女子プロ野球を応援しましょう。詳細は動画概要欄の女子プロ野球ホームページにてチェックの方をよろしくお願いいたします。そして次の告知、こちらのサイン色紙を3枚いただきました。3名様にプレゼントしたいと思います。応募条件はですね、共演 TV のチャンネル登録、そして熱い熱いサインが欲しいコメントをぜひともよろしくお願いいたします。当選者にお名前を聞きまして、須崎選手、ここに当選者のお名前を書いていただきます。大丈夫ですか？はい、いいですか？はい、ぜひともよろしくお願いします。本日のご視聴ありがとうございました。もしこの動画がいいと思ったら、チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。Twitter、Instagram もやっておりますので、フォローの方よろしくお願いします。今後動画でやってほしいことがあれば、コメントにどんどん書いていってください。お願いします。また見てね。